ここに黙々と私たちを守ってくれる人たちがいます。さらに安全に、丈夫に、そして温かく私たちを守るハンニルセメントがあります。1964年からずっとセメント一筋に歩んできたハンニルセメントの歴史であり革新であるタニャン工場。年間715万トンの生産能力を備えたハニルセメントタニャン工場は、先端生産設備と厳格な品質管理システムを備えた世界的なセメント工場です。チュンチョンプクトの北東の端、タニャン。タニャン八景で有名な三市水明のタニャンに位置するハニルセメントタニャン工場は、環境親和的な工場経営と地域共同体意識をもとに、地域のパートナーであり共生する社会を作っています。タニャン工場のセメント製造工程は採鉱、原料生産、組成、生産出荷の4工程に分けられます。鉱山で採鉱された巨大な石灰石は2度の粉砕過程を経て50ミリ以下の大きさに粉砕されます。細かく粉砕された石灰石は粘土質、鉄質などの副原料と一定に配合された後、原料ミルにより未粉末状態となります。未粉末状態の原料は余熱サイロを経てキルンに送られます。キルンで摂氏1450度以上の高熱で焼結された原料は冷却装置で急冷され、このような過程によりセメントの半製品クリンカーが作られます。セメントの完成品とは、このクリンカーに溶結遅延剤である石膏と混合剤を混合し細かく粉砕したパウダーのことで、生産されたセメントは包装製品または無包装形態で鉄道やトラックで全国各地に運ばれます。ハンニルセメントはこの全過程をコンピューター制御の完全自動設備で管理しており、先端の分析装備と検査設備でリアルタイムの品質管理と、さらに絶えぬ研究開発により消費者のニーズに合った最上のセメントを生産しています。いろんな鳥が工場の中に巣を作り、排水路に魚が泳ぐタニャン工場。ハニルセメントタニャン工場は環境親和システムで管理されている環境親和的な工場です。225基に上る集塵設備と環境保護施設の運営、国家基準より3倍以上厳格な大気管理など、ハニルセメントはより完璧な環境保存システムを備えるため努力しています。セメントキルンは内部の火炎温度が最高摂氏2000度以上の高温であり、リサイクルできる生活産業副産物などを焼却処理しても環境に何らの二次公害もない最適の設備です。ハニルセメントタニャン工場は深刻な環境問題となっている廃棄資源をセメントキルンにより新しい資源としてリサイクルし、エネルギー節約とともに環境保護にも寄与しています。またハニルセメントは鉱山の採掘が終わる約50年後、生産地域を休養林とレジャー施設などを備えた環境親和リゾートとして開発する計画も持っています。タニャン工場の最大の財産はまさに人です。ハニルセメントタニャン工場の全社員は徹底的な業務教育とサービス教育、海外研修などさまざまな人材育成教育制度、独身寮及び社宅支援などの福利厚生制度、透明な経営の共有などにより業界最高のエキスパートとしての位置を守っています。国家経済発展を黙々と支えてきたハニルセメントタニャン工場。人を大事に思う人間尊重経営、価値をさらに重視する堅実経営、グローバルスタンダードに即した品質環境親和経営により、お客様の夢と幸せを実現するためベストを尽くしているハニルセメントタニャン工場にご注目ください。